全願い寺は、栃木県宇都宮市南大通り一丁目にある、天台宗の寺院。3号は、福寿、宮間。本尊は、如意輪、観論。全願い寺はまた、宇都宮大仏で知られる寺院であり、宇都宮の証明書となっている。全願い寺は、796年に、聖遺体将軍の坂の上の田村麻呂が如意輪、観論を祀ったことに始まるとされ、 現在も下付33三の音霊城の第17番札所となっている。なお、現在本尊とされている、女意林、観音像は、後年の作で、田村麻呂の時代のものではないとされる。平安時代末期に、仁和寺の方神能が隠れ住み、地中に埋まった観音像を、石の箱に収めたとされる。1504年頃、荒廃した仮覧を、春海法院が整えた。 銅像ルシャナフッツザゾウ銅像ルシャナフッツ座像は、宇都宮市の指定文化財である。1735年に、ゼンネガイデラを中古した第十二世の栄古商人の発願によって建立された。像の高さは3.6メートル、台座の高さは1.6メートル。ゼンネガイデラのルシャナ仏は、崩壊転移を結んでいるが、釈迦をルシャナ仏と考える立場で作られた。 10枚の連弁のうち5枚に次の名が、陰刻されている。京宝二十おつぼう年9月23日、宇都宮野光、戸室証言藤原元茂江戸神田丹野町、西村泉守,守由来は1720年と、翌年に、江戸の火事が起こり、栄光省が大仏を作る発願をした。資金が不足して困っていた時、全長い寺に安ンギの窓か厚子が訪れた。栄光省が、 窓川敦氏に願いを打ち明けて相談すると、窓川敦氏は三粒の大豆を取り出して、これを境内に巻いて実った大豆を多くの人に分けて増やしてゆけば、やがて資金が得られるだろうと教えて記者した。栄光商と弟子の抜き境はすぐに実行し10年後に大仏を作ることができた。土や石積もれば、藤の山となる豆も、富津となるとこそ聞けという和歌も作られた。 三問、ありがとうございます。